ジョーダン・リーピック・フォードは、イングランド・シティ・オブ、サンダーランドのワシントン出身のサッカー選手。イングランド代表、エバートン FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。8歳で、サンダーランド AFC の下部組織に入団し、2011年にトップチームに昇格した。カイリーグへのレンタル2012年1月、カンファレンスナショナルのダーリントン FC へ、レンタル移籍し、 同月21日のフリー,イートウッドタウン FC 戦でデビューを果たした。2013年2月25日、同じくカンファレンスナショナルのアルフレトンタウン FC に1ヶ月の短期レンタルで加入。2013年8月2日、フットボールリーグ2のバートンアルビオン FC に移籍したが同月17日に退団。9月13日、バートンアルビオン FC に再加入した。 2014年2月8日、フットボールリーグ1のカーライルユナイテッド FC に1ヶ月の短期レンタルで加入。2013から14シーズン終了後、サンダーランドと2018年までの新契約を結んだ。2014年7月21日、フットボールリーグ1のブラッドフォードシティ AFC に加入した。2015年7月31日、 チャンピオンシップのプレストンノースエンド FC に加入。サンダーランド復帰2016年1月1日、サンダーランドに復帰。2016から17シーズンのプレミアリーグで、サンダーランドは19位と低迷したが、ピックフォード自身は、好プレーを連発し、評価を高めた。2017年6月15日、エバートン FC への移籍が発表された。 5年契約で移籍金はボーナスを含めると3000万ポンドであり、これはイングランド人キーパーとしては史上最高額であり、当時のゴールキーパー史上3番目の金額である。同シーズンはリーグ戦全試合に出場した。2018から19シーズンもリーグ戦の全試合でゴールマウスを守り、昨シーズンと同様にマンチェスターユナイテッド FC の関心を持たれた。 一方で3月に入荷するユナイテッド FC のサポーターとトラブルになったり、駐車場の身体障害者用のスペースに愛車のランボルギーニを止めたりするなど、ピッチ外での問題も目立った。2017年8月、W 杯最終予選に臨むイングランド代表に初選出されたが、怪我による影響で辞退。同年11月、親善試合ドイツ戦で代表デビューを果たし、 無失点に抑えた。2018FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、本大会ではグループリーグ初戦から聖 GK として出場。ベスト16のコロンビア戦では PK 戦でカルロスバッカのキックを止めるなど、それまで W 杯の PK 戦過去3戦全敗だったイングランドを初勝利に導いた。準々決勝のスウェーデン戦では、 数回の後セーブでピンチを救い、イングランドのベスト4進出に貢献し、マムに選ばれた。UEFA ユーロ2020のメンバーにも選出され、決勝のイタリア戦では、PK 戦で、アンドレア・ベロッチと、ジョルジ・ルイス・フレーロ・フィーリョのキックをセーブしたが、味方3人が失敗して、準優勝に終わった。ありがとうございます。